りょうさん、最近ムダ毛の処理がおろそかになってません？ああ、いつもは自分で剃ったりしてるんだけどな。なんかちょっとめんどくさくなっちゃって。ダメですよ。最近じゃ男性のムダ毛処理も身だしなみの一つになっていますし、体毛が濃いと体臭の原因などにもなってしまいます。全身ツルツルにしろとは言いませんが、目に見えるところくらいはケアをした方がいいですよ。でもいざやろうと思うと億劫でさ。ああそうだ、こないだ家のポストにメンズ脱毛のチラシが入ってたんだ。月々3000円とかで施術が受けられるみたいだし、俺も試しにメンズ脱毛サロンに通ってみるかな。脱毛サロンですか。正直脱毛目的だとあんまりおすすめはできませんね。なんで？最近結構流行ってるみたいだぞ。それでは今回はメンズ脱毛の実態や裏事情についてお話ししていきましょうか。この話を聞けば、りょうさんもメンズ脱毛に通うことのバカらしさがよーくわかると思いますよ。メンズ脱毛の裏事情ね。りょうさんは脱毛サロンと脱毛クリニックの違いがわかりますか？一緒のもんじゃねえの？いえ、実は似てるようで全然違うものなんです。脱毛クリニックは医療脱毛と呼ばれる医療行為としての脱毛が行えるところです。医療行為？ただ毛を処理するだけなのに？本来の脱毛というものは、体から毛をなくす、生えなくさせるという医療行為の一種なんです。体のシミ取りやシワ取り、美容整形手術といった美容目的の医療行為に該当するわけですね。実際美容クリニックで施術を行うのは、医師免許を持ったお医者さん、またはその指導監督を受けた看護師さんです。彼らは医療用の特殊なレーザー機器や電流針を用いて毛乳頭等を破壊することで脱毛処理を行っています。レーザーに電流か。そりゃ確かに素人にはやってほしくねえな。それに対し脱毛サロンにできることは、美容脱毛と呼ばれる医療行為に該当しない除毛、抑毛ケアの範囲に限定されます。いわゆる光脱毛とかフラッシュ脱毛って言われるやつだよな。でも脱毛と除毛って何が違うんだ？ムダ毛を処理するって意味じゃ大して変わんなくね？いえ、それが全く違うんですよ。脱毛サロンでは医師法に接触しない程度に出力を抑えられた脱毛器で除毛処理を行っていきます。これには毛乳頭等を破壊するほどのパワーはないので、一旦通うのをやめてしまうとまたすぐにムダ毛が生えてきてしまうんですよ。まあでも月3000円とかで受けられるならそんなもんなんじゃね。医療脱毛って施術を受けるのに10万以上かかることも珍しくないんだろ？実はそこがこの業界の闇と言える部分でして、これで今日の施術は終わりです。お会計をしますので受付にお回りください。はい。脱毛サロンって月に何度も通わなきゃいけないのがめんどくさいよな。でも一回でもサボるとまたすぐに毛が生えてきちゃうし、まあでも月数千円でムダ毛を処理してもらえるのはありがたいよな。背中やお尻なんかは自分じゃなかなか綺麗にできないし。今日はヒゲ6箇所とオーラインの脱毛でお会計3万円になります。3万円？でも契約するときは月3000円で通い放題だって。なあ、それは通い始めの1ヶ月限定の特別価格ですね。2ヶ月目からは正規のお値段になりますので。それにしても高すぎるよ。こんなのぼったくりだ。何度も繰り返し言うように、脱毛サロンで行える光脱毛に永久脱毛の効果はありません。それなのに1回の施術にクリニックと同程度、あるいはそれ以上の料金の支払いを要求してくるぼったくりサロンも巷には多く存在しています。わかりました。今回だけは払いますよ。でも契約は今日限りで解約させてもらいますからね。そうですか。では違約金として30万円いただきますね。30万円？そんなお金払えるわけないじゃんか。でも契約書にはそう書いてありますし、お客様も契約内容に納得してサインをされたんですよね。こんな小さい文字で書かれたって気づくわけないだろう。こんなの詐欺だ、違法商売だ。近年メンズ脱毛の需要が高まっていくに従って、法外な料金設定や契約内容、消費者の誤認を誘うような料金やサービス内容の表示など、脱毛サロンをめぐる様々なトラブルが消費者庁に報告されています。中には高額なお金だけ取って高飛びするような悪質なサロンもあり、その契約や利用には十分な注意が必要です。どうしてクリニックじゃなくてサロンにばっかり消費者トラブルが多いんだろうな。おそらくはエステサロンと同じで、出店に関する法的な規制が緩いことが原因の一つだと思います。
それってどういうこと？脱毛クリニックを開業するには医師免許はもちろんのこと、医療行為を行えるだけの設備投資、人材確保が必要になります。脱毛が医療行為に当たるっていうなら、患者の安全を確保するための清潔で高性能な設備、医療資格を持ったスタッフの確保が絶対に必要だしな。ねえ、そのため脱毛クリニックの開業するためには超えなければいけないハードルが非常に多く、特に資金繰りの面などから脱毛クリニックを開業したくてもできないというジレンマが生まれます。反面、脱毛サロンは脱毛器が1台あれば営業を開始できますし、施術に特別な資格も必要ないため、ズブの素人にも簡単に開業できてしまいます。つまり施術をするスタッフもただのアルバイトでいいわけだね。え、光脱毛の機械は誰でも簡単に扱えるようになっていますので、脱毛サロンのスタッフに求められるのは脱毛技術のそれよりも容姿や接客のうまさに重きが置かれることになりやすいんです。りょうさんはインスタやツイッターなどでメンズ脱毛サロンの女性スタッフたちが自撮り写真をアップしているのを見たことがありませんか？そういえば結構あるわ。中にはお前はアイドルかって突っ込みたくなるような媚びた写真もあったな。それも脱毛サロンが生き残っていくための戦略の一つなんですよ。メンズ脱毛サロンが全てそうだというわけではないですが、医療機関ではまず採用されないようなミニスカナース服や中にはスカーフまでつけて CA みたいな服装で施術を行うサロンも存在します。まるでイメ少なくともそんな動きにくい衣装で施術を行う必要はねえよな。そう、つまり SNS での女性スタッフの顔出しや戦場的な制服、スタッフに美人さんばかりを揃えることも脱毛サロンの企業戦略のうちというわけですね。でもそれじゃあいかがわしい目的の男ばっか集まってこね。さすがにそんなお客さんばかりということはないですが、中にはベテランの女性スタッフの頭をも悩ませるようなヤバいお客さんが来ることもあるみたいですよ。本日はどの部位の施術をご希望ですか？そうだな、今日は VIO の脱毛をお願いしようかな。かしこまりました。それでは施術室で紙パンツを履いてお待ちくださいね。はい。ち、まだ来ねえのかよ。こっちはとっくに準備万端だっていうのによ。お待たせしました。お、来た来た。それじゃあ早速施術をって待ってたよ。キャ、なんですっぽんぽんなんですか？紙パンツを履いて待っててくださいって言いましたよね。どうせ施術の時は取るんだから一緒じゃん。初めから履いてない方がお姉さんの手間も省けるでしょ。いやー、もう誰か来てというように、スケベな紳士の中には女性スタッフに自分の大事なところを見せて興奮を覚える強者もいるとか。いやまあ VIO の無駄毛を処理するには見せなきゃしょうがないんだろうけどさ、こっちから意図的に見るのと向こうから見せられるのじゃ女性スタッフの受け止め方も変わってくるわな。基本的に VIO のケアを行っているときはタオルで大事なところを隠すそうなんですが、それを施術中に何度もわざとずらして女性スタッフさんの反応を楽しむ猛者もいるとか。出禁にしろそんなやつ。ですがここまではまだ序の口。本当にヤバい男性客っていうのはこの程度で満足できるような人たちではないんです。あんまり聞きたくないんだけど。リンちゃん大丈夫かな？あのお客さんスケベなことで有名だから。大丈夫でしょう。いくらスケベな人だからってさすがにこんなところで警察沙汰になるようなことをするわけ。やー！リンちゃん大丈夫？一体どうしたの？悲鳴なんてあげて。この人、私があれを持ち上げたらその瞬間私の手の中に我慢できなくてつい。よく見たら院長先生も美人だね。ちょっと年間だけど、次の指名は院長先生にお願いしちゃおうかな。山田くん、おまわりさん呼んで。はい。施術室が生臭いよ。いや、普通に大人の店行けよ。むしろ脱毛サロンの方が高くつくだろう。こういうことをする男性の心の中ではプロより素人にしてもらった方がそそるとか、健全なお店で無夫婦なことをしてもらえるのがいいんだなんて心理が働いているようですね。うわぁ、歪んでんな。まあ出すまで言っちゃうのはさすがに弁護のしようがねえけど、女性スタッフに触られて反応しちゃう男は割と多そうだよな。それは生理現象だから仕方ないですよ。女性の場合でもつい甘い声を上げちゃったり意図せず漏れてしまうようなこともあるみたいですからね。そう思うと反応しやすい体質のやつはちょっと恥ずかしいよな。
いや、その点はあまり気にする必要はないと思いますよ。メンズ脱毛サロンの女性スタッフはたとえアルバイトとはいえ男性の大事なところを飽きるほど見てきていますから。 やば、固くなっちゃった、怒られる。はい、それじゃあ次はオーラインの処理をしていきますね。あれ、全然嫌な顔しない。別に気にしてないのかな。やっぱり女性に見られることに多少は抵抗もあるけど、もし反応しちまったとしても無視してくれるならちょっとは気が楽だな。実はこれ、女性スタッフが危険から身を守るためのマニュアルの一つなんですよ。あー、なるほど。嫌がった顔なんかすると余計に喜んじゃうバカな男もいそうだしな。脱毛サロンに店員として入った女性はまず脱毛器の使い方と同時にいかがわしい目的で来店した男性をかわす方法についての教育を受けます。逆に言や、女性スタッフにとっちゃそういう教育がちゃんと受けられるかどうかがブラック職場かホワイト職場かを判断する基準になりそうだな。もちろんサロン側としても女性スタッフが被害に遭わないような対策をしっかり行っています。監視カメラや男性スタッフの常駐もそうだな。また施術を受ける際には女性スタッフへのボディタッチや性行為にそれに準じたサービスの強要などの禁止項目が記載された誓約書にサインをさせられるところも多いです。中にはスタッフにボディタッチをしたら出禁、白いものを出したら罰金など細かく禁止項目が指定されている場合もあります。まあ女性スタッフの安全を守るためには当然の対策だよな。でもやっぱ一つだけ腑に落ちないところがあるんだよな。わかりますよ。メンズ脱毛では本当に合法的にエチチ体験をすることはできないのかっていうところですよね。いや全然違うけど。わかりました。りょうさんがそこまでおっしゃるなら特別に教えましょう。いやだから俺が知りたいのは、なんでそんな危険な思いまでして女性スタッフがメンズ脱毛で働くのかってことで。その代わり悪用だけは決してしないでくださいね。それではお待たせしました。ここからはメンズ脱毛を合法的に無不具な目的で楽しむコツについて詳しく解説していきたいと思います。ねえ、俺の話聞いてる？メンズ脱毛サロンで合法的な無夫婦体験をするためには、女性スタッフにその下心がバレないように努めることが大切です。本日はどのような目的で当サロンにご来店を？いや、実は妻に今時は男の人も無駄毛処理をする時代よ、なんてことを言われましてね。私は嫌だと言ったんですが、妻がどうしてもって聞かなくて。なるほど。でも奥様のおっしゃられてることもわかります。愛する旦那さんに常にかっこよくいてほしいという女心ですよ。まあ俺一度も結婚したことないけどね。自分にはすでにパートナーがいることをアピールするのもいいでしょう。伴侶がいる人がいやらしいことを考えるはずがないという謎理論で勝手にガードを下げてくれる女性も多いはずです。合コンじゃねえんだから。施術が始まったら女性スタッフさんに身を任せましょう。自分からスタッフさんの体を触りに行ったりとか、むやみに大事なところを見せびらかしたりといった行動は厳禁です。痛いところはないですか？いえいえ大丈夫ですよ。それよりお若い女性にこんなことをさせて申し訳ない。お気になさらず、これが私たちのお仕事ですから。継続して通うつもりなら女性スタッフに対する小さな気遣いの積み重ねも大事です。そうすれば多少の粗相があった場合でも一度や二度であれば目こぼしをしてくれるかもしれません。やだ、このお客さん元気すぎ。いやしかし今日は本当にいい天気ですね。まさに脱毛日和だ。そうですね。うわ、見られてる。俺の大事なところを若い娘に見られてる。万が一大事なところが元気になってしまった時は変に慌てず落ち着いて対処しましょう。え、元気になってた？そんなバカな。くらいのスタンスでいれば女性スタッフさんも気を使うことなく個室の空気も悪くなりません。ありがとうございました。しっかり肌を休ませてからまた来店してくださいね。ふふ、ありがとう。次は2週間後に来させていただきますよ。まだ下半身にスタッフさんの手の感触が残ってるぜ。プロがやるような直接的な刺激もいいけど、素人のムズムズするような触り方が実にたまらん。さてと、この余韻が残ってるうちに早く家に帰ろう。脱毛サロンで発車してしまうなんて言語道断の愚行です。すっきりするのはあくまでも家に帰るまでのお楽しみ。脱毛サロンで合法的に楽しむためには妄想力を高める普段からのイメージトレーニングも大切です。この通りメンズ脱毛サロンは脱毛目的だといまいちですが、無夫婦目的なら大いにおすすめできるスポットです。
お前に一つ尋ねる。脱毛サロンでは女性スタッフに大事なところを触ってもらえるのか？ VIO の処理を行うには必ず触る必要がありますからね。基本的には指先で軽くつまむくらいですが、実際に VIO の脱毛を体験した男性の体験談に、美人のスタッフさんにいきなりギュッと握られて驚いたって話もありました。ちなみにヒゲの脱毛は女性スタッフに膝枕をされる格好で施術を受けられるとか。美人のお姉さんに膝枕されてみて、しかもその女性スタッフのバストが大きかったら、あとは言わなくてもわかりますね。彼女持ちにしか味わえない胸下からのアングルを合法的に楽しめるだと。りょうさんも少しは分かってきたみたいですね。今すぐ脱毛サロンに予約してくる。綺麗なお姉さんに膝枕してもらえる上に、にぎにぎまでしてもらえるなら、俺はいくらだって払うぞ。はあ、男ってほんとバカ。ああいう人がいるから、いつまで経ってもぼったくり脱毛サロンがなくならないんでしょうね。